ここで選手の交代をお知らせします。背番号18ノバコビッチ選手に代わりまして、背番号30金子翔太選手が入ります。Oh!
できればいいかなと思います。そうですね、やっぱトマコビッチ選手も僕は前の選手が点取れたのはすごいことだと思いますし、後ろも頑張って守ってくれたんで、チームとしてはいい方向に向かっていると思います。いよいよ開幕まで2週間に迫りました。改めてサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、まずは3月1日の開幕戦に向けていい準備をして、ホームの開幕戦にいい状態で持ってこればいいと思うので、サポーターの皆さんもぜひ3月8日の開幕戦には足を運んでください。お願いします。見事ゴールを決めました今日のインタビュー、長澤俊選手でした。お願いします。拍手を送ってください。じゃあまた気をつけて、外の気で会いましょう。お疲れ様でした。バイ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 。